イラン航空機製造工業会社は、イランの航空機製造会社である。1976年に設立され、イラン航空産業機構に属し、エスファハーンの社品シャアに位置している。同社が設立された約200万平方メートル、すなわち500エーカーの土地は、地元の著名で評価の高いボロマンド家が寄贈したもので、ある。数千平方メートルの敷地を持ち、25万、 平方メートルの店舗や格納庫が空調部品の製造、組み立て、実験所、飛行試験施設、生産準備用の店舗に割り当てられている。テキストロン社が建設した当初の工場は数百機のヘリコプターと技術移転を伴う契約でイランで様々な形態のベル214を生産することになっていた。報道によるとこの契約があまりにも巨大だったため イランの要求に応えるためにテクストロンの新部門を設立しなければならず、デルク・ M ・オーデン少将を社長に迎えて、プログラムに対処した。この仕事は、イラン革命とその後の対イラン制裁により終了した。ヘサはイランマイナス -140 から100を製造して、飛行させた。ありがとうございます。